いたいた。おい、ご飯。どうやら孫悟飯だけではないようだな。まったく、またクローンですか。いい加減飽きてきましたよ。孫悟飯を倒すのはこの私だ。あんな雑魚に獲物を奪われてたまるか。ってわけなんだ、ご飯。なるほど、事情は分かりましたけど、本当に大丈夫なんですか。フリーザやセルと手を組むなんて。ほう、息子の方は多少はまともな考え方ができるようですね。手を組もうと言い出したのは孫悟空だ。今さらそんなことを言っても遅い。セルのやつはオラたちみてえに十分な力出せねえし、フリーザは中にいるやつのおかげで悪さもできねえんだ。大丈夫だって。リンクという技術ですか。どうしても納得いかないなら少し考え方を変えればいいさ。敵と戦いながら俺と一緒にセルとフリーザを見張ると思って。なるほど。そういうことなら僕にも協力させてください。しっかり聞こえていましたが、まあいいでしょう。そのくらいの警戒心も抱けないような間抜けは邪魔なだけですからね。
今のお前の敵は僕じゃない。それくらい分かっているんだろう。今のお前がどの程度のものか確認しようと思ってね。あの圧倒的な力は感じられないが、心までふぬけになったわけではなさそうだ。そんなに今の僕の力を確かめたいなら、この戦いを通して見定めればいい。今の僕にはお前と戦う理由はない。なんだと？今僕たちの敵は同じだ。仲間になる気はなくても目的は同じだ。正直お前のことは今でも許せない。でもそれより大切なことは。大切なことね。昔のように甘っちょろいことを抜かす気か。何とでも言えばいい。僕の戦う理由は大切なものを守ること。それ以外の戦いをする理由がない。なるほど。つまりお前は私と戦う気はないと。分かったなら目の前の敵に集中しろ。やれやれ、お前に意味がなかろうと私には関係ないのだがね。いっそお前の大切なものとやらを恐れば状況は変わるのかな。目の前の敵に集中しろと言ったのはどこの誰だったかな。まあいい、私も楽しみは最後にとっておきたいからな。お前との決着は全てが片付いてからにしようか。
山道レイヤーよろしそっかあー無山道よっファイナル仕方がありませんか無山道よっうわー無山道よっよっいるっていうのはやっぱり落ち着かないですね。あ、そういえばこうして会話しているのは考えを共有しているってことですよね。まさかここで話していないこともあなたには筒抜けだったりするんじゃ。あのいつもピーテルさんとパンちゃんのことだけを考えているわけじゃないんですよ。それは毎日幸せですし、二人のことを考えるとついついニヤニヤしちゃうこともありますけど、さすがに人に知られるのは恥ずかしいので知らなかったことにしてください。あいつら倒して借りを助けるぞ。仕方ないですね。時間の無駄ですし、すぐ終わらせますよ。It's time to face your opponent. Get ready! Fight!
なかなか賢い子供のようですね。誰が一番強いか分かっているようです。ちょっといろいろ訳があるんだ。それより二人に伝えておくことがある。実は今ものすごく強い人造人間21号ってやつを追っているんだ。だからお前たちはデンデのところに避難して。人造人間21号？やだやだ、避難なんてやだ。俺たちも戦いたい。大人ばっかりずるいよ。ずるいって気持ちはわかるけどよ、おめえたちを戦わせるわけには。なんでルーさんの時はよくて今はダメなんだよ。それを言われちまうとオラも強く言えねえんだけど。トランクス君、僕たちも戦えること見せようよ。よし、行くぞ、ゴテン！ビューショット！はぁ！じゃじゃーん！いきなりスーパーサイヤ人3で登場しちゃったぜ！ほらほら、強そうだろ？戦えそうだろ？好きにさせればいいじゃないですか。戦おうが戦うまいが、弱ければ死ぬだけ。俺ってばめちゃくちゃ強いんだから。ならば好きになさい。ただし私の足を引っ張るようなら容赦なく消しますがね。我々の芸術的ポージングに言葉も出ないようだな。かっこ悪い。何？隊長の考えてくれた最高のポーズがかっこ悪いだと？全然最高じゃないし、俺の方がもっとかっこいいポーズできるもんね。面白い。そこまで言うなら、そのかっこいいポーズとやらを見せてみろ。正義のスーパーヒーロー登場。どうだ、かっこいいだろ。ダメだな、芸術性に欠ける。甘く見ても6点がいいところだ。それも100点満点でな。な、何を？どう考えたって俺の方がかっこいいって。いや、隊長の言う通りだ。ありきたりなポーズで意外性が足りん。あと動きのキレと表現力も足りないな。隊長の考えてくれるポーズの足元にも及ばないな。
面白い。その勝負受けて立とう。お前たち、このちびっこにギニュー特戦隊の力を見せてやるぞ。あなたたちが私に従う日が来るとは思いませんでしたよ。勘違いするなよ、フリーザ。俺たちは貴様の部下になったんじゃない。ええ、もちろんですよ。あなたたちのようなわがままな部下はこちらから願い下げですからね。オラだって嫌だぞ。戦う前に変なポーズしたくねえしな。変なポーズ？一体何の話です？ほら、ギニュー特戦隊だっけ。あいつらみてえにしなきゃなんねえんだろ。あれは私の指示ではありません。ギニューさんたちの個人的な趣味です。そうなんか。ほら、おめえの部下みんなあれをやるんだと思ってたぞ。てっきりベジータも昔は。誰がやるか。あんなみっともない真似、俺は意地でもしないからな。そんな話今はどうでもいいでしょう。どうせあなたたちと手を組むのもあの憎たらしい女を倒すまでです。さっさとこの不愉快な時間を終わらせましょう。Yeah!
くん。自分の体だというのに自力で戦えないのはイライラするぜ。そもそも貴様の戦いには無駄が多い。もっと最初から全力を出しやがれ。様子を見ているつもりかもしれんが、俺の体でカカロットのような戦いをするな。手を抜くということはそれだけ自分に隙を作るということだ。それを肝に銘じておけ。いいな。クローンと分かっちゃいるが、カカロットのやつをぶっ飛ばせるなんてな、まったく最高だぜ。あんな偽物を倒したところで何の意味もないだろう。しばらく見ねえうちにカカロットにほだされたか。言っとくが、こいつの後でお前にもたっぷり礼をさせてもらうぜ。ほう、貴様にそんな力があるとは思えんがな。へへ、そいつはどうかな。まさかフリーザのように蘇ってから修行でもしたのか。バカ言うんじゃねえよ。今は波動とやらのせいで全員の戦闘力が同じくらいなんだ。ってことは今ならこの俺でも
ベジータをぶっ飛ばせるってことだ。何を言い出すかと思えば。うるせえ、勝ちゃいいんだよ勝ちゃ。俺がこいつをボコボコにするところ、てめえは指くわえて見てるんだな。好きにしろ。なかなかクローンが見つからないなんて一体どういうこと？あんなにたくさんクローンを作ったのにどうして？ひょっとしてフリーザたち、まさかこの短期間でここまでクローンを倒すとはね。あいつらにクローンを全滅させられる前にもっとたくさんのお菓子を作らないと。
おいフリーザ、いつまでこんなくだらんクローン狩りを続けるつもりだ。まあクローンを倒すこと自体は無駄じゃないだろ。地球のみんなへの被害も抑えられるしさ。だが元凶である21号を倒さん限りいつまで経っても終わらんぞ。心配しなくてもクローンを始末し続けていれば必ず姿を現すはずだ。セル、なんかそう言い切れるっちゅうわけでもあんのか。21号は人間やクローンを菓子に変え食べることでエネルギーを吸収している。しかしその強さゆえ並のものを捕食しても満たされることはない。つまり戦闘力が高いもの以外は捕食対象にならないということか。求めるのは良質な戦士のみ。そしてあの様子から察するに奴は捕食衝動をそう簡単に抑えられない。食うべきクローンがいなくなれば必ず私たちを捕食しに現れる。私も同じ意見です。出会った頃と今の21号では強さが桁外れです。短期間のパワーアップを可能にしたのはクローンを捕食したせいでしょう。まあそれでもあの女は不満だったようですがね。時間は必要ですが、あの女はいずれ私たちの前に現れます。必ずね。21号はどこまで強くなってんかな。ちょっと嫌なやつだけど戦えるって思うとワクワクすんな。ふん、貴様の出番はないぞカカロット。21号は俺が倒す。おりゃねえぞベジータ。だったらじゃんけんでどっちが先にやるか決めねえか。お前たちに順番など回らん。21号は俺が倒す。だったらセルよ、おめえも入れて3人でじゃんけんだ。やれやれ、こんな大変な時に戦う順番で揉めるなんて、いつもながら心強いよ。だがそうと決まれば残りのクローンも始末するぞ。よりにもよってフリーザと手を組むことになるとは。そう言うなよ、俺だってまだこの状況が信じられないんだから。そもそも奴らはなぜカカロットの話に乗ったんだ。リンクを解除しても力が出せなければ何の意味もないだろう。ああ、それはフリーザたちが勘違いしてたからだよ。まあ、悟空が装置のことを理解できていなかったのも原因だけど。どういうことだ。俺たちがフリーザと戦えたのは装置の出力を限界まで上げたおかげなんだ。でもその効果は一時的なものですぐに元の状態に戻っちまう。しかもこれ以上装置を酷使すると壊れるだろうってブルマさんが。なるほど、つまりその手はもう使えないということか。そういうこと。それなのに悟空はそのことを忘れてたみたいでさ。
装置のおかげで自分は自由に戦えるなんて言っちゃったから。もういい。それよりも今は目の前の敵だ。フリーザたちの手など借りなくても型をつけてやる。ああ、そうだな。
ーゼ。
ready for a Dragon Ball Rumble!最初に比べたら少しはマシになったが、まだまだだな。言っておくが、本来の俺の力はこんなものじゃない。特別に体を貸しているんだから、もっとうまく俺の体を使うことだな。もしカカロットに遅れを取るようなことがあったら、承知せんぞ。Come on!
りない、足りない、足りない、足りない、全然お菓子が足りない。おのれフリーザ、許さない、絶対許さないわ。Fantastic!
やっつけて。Ah!
ぞ。
やはりクローンなどでは物足りんな。もはや他にクローンの気は感じられん。今のが最後のクローンだろう。ん？それじゃいよいよ21号も現れっか。貴様ら、もっと緊張感を持たないか。こいつらに何を言っても無駄だ。ん？この私を待たせるとは、いい度胸ですね。フリーザ、21号は。ようやく現れたな。わざわざやられに来るとは、ご苦労なことだ。あんたたち、よくも、よくも、よくも！思ってた以上に怒ってんな。腹が減ってイライラしてんかな。機嫌が良かろうが悪かろうが、奴を倒すことに変わりはない。俺もやるぞ。奴をそのままにしておけない。やる気があるのは結構だが、突っ走って帰り討ちに遭うなよ。そんな風に言ってんけんど、おめえだってやる気だろ。当然だ。そう来なくちゃ。誰から行くか決めようぜ。うるさい、うるさい、うるさい。私の邪魔をする奴は許さない。絶対に許さない。それはこちらのセリフです。そうですよ、フリーザ様、やってやりましょう。我らの、いや、フリーザ様のお力の前にひれ伏せ。この私を散々コケにしてくれた礼をたっぷり返してあげますよ。やれるものならやってみなさい。みんな、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 お菓子にして食べてやるわ。しぶといですね。驚愕するほどの耐久力、再生能力、まるでスタイキツ魔人ブーのようですよ。誰か一人の気だけでは21号を倒しきれんか。待っていろ、今すぐ再生してやる。フリーザの中の貴様、俺たちに同時にリンクできないのか。なるほどな、みんなで同時攻撃か。そんな都合のいいことができるわけあるか。そのアイディア、ノノだ。ダメ元だけど、こっちの中和装置を暴走させるわ。うまくいけば中和の力が限界を超えて
みんなの力が戻るかも。失敗した時は全員が今以上に力を失うだろう。だがとどめをさせなければ再生し続ける21号と永遠に戦うだけだ。かけてみる価値はありそうですね。さすがノーラも、こんなやべえ修行相手は逃げ先だ。じゃあみんな賛成ね。装置エネルギー 200% 暴走。落ちる。いや、力がみなぎる。ブラムだ。我々三人だけが力を取り戻したようです。やれ、貴様らだけでもとどめの一撃を。言われるまでもない。お、後ろ。さしずみよ。あなたの不愉快な感じ、これで見納めです。どちらが真の剣者か教えてやる。全部おしめだ。これは完璧な勝利です、フリーザ様。当然です。私があの程度に負けるとでも。すげえ、さすがはフリーザ様。おいおい、あいつにとどめ刺したのはフリーザだけじゃねえぞ。オラたちも一緒に攻撃したんだからな。ふざけるな。どこからどう見てもフリーザ様のお力だろう。ふっ、何をふざけたことを。あれは私の一撃に破れたんだ。だからオラのカメハメハも当たってるって。まったく、よりによってあんな奴らと協力して倒す羽目になるとは。まあまあ、今は21号を倒せたことを喜ぼうぜ。そうだな、ソン、よくやってくれた。俺に力が戻っていれば一人で片付けてやったものを。それにしても私の中にいるあなた、最初はどうかと思いましたが、なかなかいい働きぶりでしたよ。これまでの活躍を評価して私の部下にして差し上げましょう。どうです、嬉しいでしょう。何です、まさか不満とでも言うんじゃないでしょうね。ようやく面倒な21号も倒せました。おめでとうございます、フリーザ様。理由は分からんが、どう力と精神の封印は解かれたらしい。ほう、そうですか。ようやく自由になれるというわけですね。では、ついにフリーザ様の完全復活、おめでとうございます。この喜びを表現するためにも、ぜひ喜びのダンスを。いいえ、今は結構です。それよりもまだ大きな戦いが残っていますよ。その通りだな。だろうな。おめえたちがこのままおとなしく蹴るわけねえと思ってたさ。孫悟空、
お前を目の前にしてこのまま立ち去るバカはいないだろう。そういうことです。積年の恨みを晴らすこのチャンスを見過ごすものですか。懲りない奴らだ。また地獄に叩き落とされたいようだな。いい気にならないでください。いまいましいサイヤ人どもめ。油断するな。奴らはすでに自由に力を解放できるようになっている。なら俺だって力を解放できるはずだ。今度こそ俺の手で倒してやる。また悪さするっちゅうなら何度でも相手になってやんぞ。何度でも？ご冗談。私が復讐を果たしておしまいになります。ところであなた、いつまで私の中に居座るつもりですか？また復讐を邪魔されては迷惑です。さっさと出て行きなさい。さてと、邪魔者もいなくなりましたし、早速始めましょうか。次にあの世に行くのはあなた方です。おーほほほほほほ。